クリス・ファーローはイングランドのボーカリスト。本名はジョン・ヘンリー・デートンで、芸名のファーローはジャズギタリストのタル・ファーローにあやかってつけられた。北ロンドンのイズリントンで生まれた。少年時代にイギリスでスキッフルのブームが起こると、ジョン・ヘンリー・スキッフルグループを結成してギターを弾きながら歌うが、その後ボーカルに専念するようになる。そして、1962年には、 クリスファーローザ・サンダーバーズ名義でデビューシングルエアートラベルを発表する。1964年にはサンダーバーズにアルバートリーが加入。また、カール・パーマーが在籍していたこともある。1966年、アンドリュー・ルー・グ・オールダムが設立したイミティエート・レコードと契約。ローリング・ストーンズのミック・ジャガーとキース・リッチャーズが提供したシンクは 全英シングルチャートで37位を記録した。同年には、やはり、ジャガー・リチャーズの提供による、アウト・オブ・タイム、ライド、オン・ベイビーをシングルヒットさせた。なお、ローリング・ストーンズも同時期に、これらの曲を録音しており、シンクと、アウト・オブ・タイムは、アルバム、アフターマス、ライド、オン・ベイビーは、アルバム、フラワーズで発表された。また、 1966年9月16日に放映されたレディス・テディゴーではエリック・バードンと共にオーティス・レディングのステージにゲスト参加した。1967年スモール・フェイセスのスティーブ・マリオットとロニー・レーンが提供したマイ・ウェイ・オブ・ギビングが全英48位に達した。その後アート・ブレイキーザ・ジャズ・メッセンジャーズのカバー、モーニングが全英46位。 マンフレットマンのマイクダボが提供した曲、ハンドバックスグラッドラグスが全英33位を記録するが、それ以後シングルヒットに恵まれなくなる。1970年、コロシアムに加入。ファーロー加入後のアルバム、ドーター・オブ・タイムは全英アルバムチャートで23位。コロシアムライブは17位に達した。コロシアム解散後はアトミックルースターに加入し、 スタジオアルバム2作に参加した。1981年12月には、ドイツのルートビヒスブルクで、ブライアン・オーガー及びピート・ヨークと連名のアルバム、オリンピック・ロック・ブルーズ・サーカスを録音。1982年公開のアメリカ映画、ロサンゼルスのサウンドトラックでは、フーズ・ツー・ブレイムとヒップノタイジング・ウェイズの2曲で、ジミー・ページと共演。 その後、ジミー・ページのソロアルバム、アウトライダーでは3曲に参加した。1994年、コロシアムが、ドーターを舞台向きのラインナップで再結成され、ファーローはその後もソロ活動と並行して、コロシアムで活動を続けた。ありがとうございます。